どうも、下谷くんです。みんな生きてるかい？いやー、下谷くん、改め便秘下痢太郎は相変わらず健在でございますよ。ただね、今薬をね変えたんで、もしかしたらねお腹ゴロゴロになってるからね、来るかもしんないし、キャベツ食べてるし、ヨーグルトも毎朝食べてるし、もうすぐだな。もう2ヶ月経ってるけどね。まあそんなことはどうでもいいよ。これ皆さん楽しみだよね。シビックタイプ R FL5 の怪しい中古車業者オークションリセール相場 in 4月をやってきますよ。大変だ大変だ。便秘下痢太郎なんか問題じゃないほど大変なことになってますよ。先日あの F1 店長さんもね、ホンダカーズの尾崎の F1 店長さんも言ってたけど、暴落するかもしれないって言ってましたよね。もうね、暴落してましたね。もうズバリ言います、暴落です。はい、じゃあまずはこれ見ていきましょう。カーセンサーさん、いつもお世話になっております。4月の上旬で、まあ中旬なんだけどね、ほぼね、 FL5 何台あるかというと126台掲載されてますね。表を見ていただくと、今月がここね、4月、3月よりも掲載台数が圧倒的に増えましたね。もうどんどん増えていってますね。これ何を意味してるかっていうと、売れてないってことなんだよね。まあ、もちろんね、海外とかで引く手アマゾだったらね、ここら辺もね、ずっとこの海外人気だったこの頃をね見てもらうと一緒でしょ。ぐんぐん上がってるよね。これ多分海外の需要がもう落ちたんだろうね。欲しい人は買ったみたいな、感じだと思う。それぐらい増えてますね。ちなみに2022、2023、2024とありますけど、2022が24台、2023が56台、はい、2024年生が46台って、もうこのね46台の人たちはみんな転売屋だよね。あの F1 店長さんも転売屋ってはっきりと言ってましたからね。転売屋ですね、もうね。あ、やっぱりディーラーの人も嫌なんだなっていうのがちょっと分かって嬉しかったです。はい、ということで早速見ていきますよ、その暴落とやらを。今回の業者オークション相場は2024年3月の初旬から末までのデータを集計しておりますね。もうちょっとね、半月近く過ぎちゃってますけど、毎日のようにねオークションって行われてるんで、実際のリアルタイムではないんですけど、一応集計としては最新だと思ってください。まずは2022年製の FL5 がなんと10台出てますね。平均走行距離が4000キロですね。まあそこそこ走ってるかな。まあもちろんね、みんな大事に乗ってるから、他の車と比べたら全然走ってないけどね。平均状態一番いい5です。もう全部5です。なので以降は省きます。っていうか、この調べてからずっと5しか出てないですね。 4.5 とか4とか3、ましては修理利益ありなんか1個もないんですね。平均落札額が518万7777円の税込みリセール、消費税込みのリセールが 114.2% です。おーっと、待ってくださいよ、これはどうなってんだ。じゃあちなみに先月が588万4615円だったので、なんとマイナス69万6838円です。うわー、ちょっときた。もう1年以上経ってっからね、まあ、1年半ぐらい経った車がこの下落、すごくない？これは暴落ですよ。まあ、当時はもっとすごい暴落食らったけど、今このね期間空けて、これは相当暴落なんじゃないですか。税込みリセールも 15% 落ちてますね。1ヶ月だからね、しかもね。いやいや、ちょっと怖い怖い怖い。はい、じゃあ次2023年生いこうか。はい、2023年生が39台出てますね。多いね。そして平均走行距離が3200キロだね。2023年車ちょっと走ってるかな。まあ乗りたい気持ちもわかる。まあ要は転売屋的な人は買ってないのかもしれないね。そこそこ乗ってすぐ売る人が多い今ね。まあもちろん1年経ってるからね、これは転売屋とは言わないですよ。平均落札が544万5384円の消費税込みリセールが 119.9% です。これはどうなんだ。2023年が今ね、もしマレーシアの人たちが買うとしたら、最新モデルとしてね輸入するやつだからね。ちなみに先月が595万9387円で、なんとマイナス51万4000円です。わあ、ちょっとここも51万、すげえよ。このマイナスはもうバブル崩壊したな、完全だよね。だってここが一番高く買われなきゃいけないとこなんだよ。
去年までのフィーバーを考えたら本当にね、2022年モデル大高騰してたからね。そっからするとね、2023年元気ないね。だやっぱりもう海外の需要が収まってきてるんじゃないかな。いや50万下がるんで1ヶ月で、ほんと怖い。はい、それではね、この一番多く出てる2023年製のね、まあ、51万マイナスの衝撃をカーセンサーで見てみましょうよ。架空の下君カーズというね、中古車屋を装って落札したと仮定してカーセンサーに載せたら、まあ、どれぐらいの価格になるか、高いのか安いのかをちょっと見ていきましょう。はい、下君カーズは2023年製の FL5 を544万5384円で落札したんで、はい、落札者はオークション会場に 10% の消費税を払います。この 10% が売り主に戻っていくっていう仕組みね。だから消費税込みのリセールになってます。はい、 10% ということで598万9922円になりますね。これに諸費用もろもろ、まあ、7、8万ぐらいかかると言われてるけど、下井君は中古車業者ではないんでうやむやにさせていただきます。正確なこと言えないんでね。販売するにあたって利益を 10% から 15% この価格帯だと取るんじゃないかなって言われてます。まあ大体50万から、ね、75万ぐらいだよね、利益としたらね。それが通常なんじゃないかなって下井くんは予想する、うん、これも業者じゃないんで分かんないです。下井くんカーズは 10% で行かせていただきますんで658万8914円いただきます。これで掲載させていただきますよ。これはちなみに車両価格ですよ。はい、2023年製に絞りますと、まあこんなもんか、56台、だいたい割合こんなもんだよね。はい、修復歴ありを除いた本体価格の安い順に並べてみます。はい、一番最初に出てくるのが、はい、585.4 万円です。343キロしか走らない未使用車、ほぼね、ワンオーナーに決まってんだろって思うけどね。まあただこれね、総額 599.8 万円なんだよね。下谷くんカーズだと680万円が総額なんで80万ぐらい安いですよ。未使用車だからね、これ。下谷くんの方は平均の2000キロ走ってるやつだからね。どっち買うって言ったらこっち買うでしょ。これね、オークション価格に消費税ね入れたらもう赤字ですからね、これ。このお店赤字だからね、毎回言うけど、どういう商売してるんですかって話で、ちょっとじゃあこの車一体おいくらで仕入れたんですか、逆算してみましょうか。さっきやった計算を逆やってみましょう。予想仕入れ額、まあ落札した価格としようね、約483万8000円で落札したことになっております。もちろんこれに消費税かかるけど、483か、全然違うな。60万安く仕入れておりますよ。これやっぱね、どうやってんだろうな、ダマくらかしてやっぱ買い取ってんだろうな。っていうか、まあ知らないお客さんに情報を伝えないで売る、だからね、嫌なんでね、やっぱちゃんとしたね買い取り表みたいなのを出してほしい。それが全てだと思う。まあそしたら今度大手しかなんか生き残れないとかなっちゃうか、フランチャイズとかな、昔のファミコンショップを思い出すぜ。2番目が589.9万円ですね。1、2ヶ月前は600万円超えてても売れてたんだけど、これ今ほぼ600万円ですね。もうこれだったら即売れですよ。じゃないとおかしいんだけど、まあ一応掲載日数4日だからね、まあ最新の価格が落ちてるってことですよ。はい、3番目ガリバーさん。ガリバーは参考になるでしょこれ多分。それが 594.8 万円だから、やっぱねここら辺が正しい。まあガリバーさんで買うとね、めちゃめちゃ金利の高いローン組まされるから、まあそれはそれでちょっと怖いけどね、絶対買うなって言いたいんだけどね。現金だったら多分ね、ありませんとか言うんじゃない、車が。まあそういう商売だからね、ほんと気をつけてね。はい、これがもう4日前だからね、4日前でもうね1日で下げてるから、もうこれ絶対暴落してる最中ですよ。あの下井くんが今暴落してるっていう業者オークションの価格よりも安いからね、本当に恐ろしい。こんなに1ヶ月で変わることあるんすかってぐらいで、次が594万9000円ということで、これも600万円切りですよ。これはね61日切りだから2ヶ月前、つまり暴落をする前の高値で買ったやつがこうなってます。これが一番わかりやすいね、こういう表、これを見たかったよ。次が599万円ってことで、下井くんの650万は全然だな、遠いな、今安いよ。いやほんと敏感にこれ反応してますね。もうみんなね最近仕入れたやつばっかり、8日前とかね、暴落後に買ったやつだよね。いや5ってまだ現在進行中で暴落かもしれないけど、次が599.3万円で、ほらもうほとんど600万切り。
次のやつ面白いね。599万8000円のやつ、これも暴落を表しているグラフかな。まあ650万から599万だから、やっぱりで50万落ちてますね、しっかりと。はい、やっとここで600万円台の車両価格になりましたね。いやいやいや、ちょっと下井くんの価格どこ行ったっていうことで、中央値を見てみましょうね。はい、中央値を見るとそれより前が買い得、それより後はちょっと高いよっていう意味でね。はい、ということで624.5万円のこのガリバーさんのが中央値になります。はい、624.3 ってことは下役の660万からするとね、36万ぐらい安いですね。これは参ったな。まあこれ8000キロ走ってるから本当はもうちょっと安くなきゃおかしいけどね。まあということで、現在進行形の大暴落の業者オークション相場よりもカーセンサーに掲載されてるやつの方がお安くなってますね。これは面白い事態が起こってますね。今欲しい人はね、下役ちょっと待ってって言いたい。あとそうだな、季節的には6月まで待った方がいいと思う。6月の上旬、どうしても今乗りたい人は別だけどね。はい、それは最後2024年製、これはね皆さん転売屋だからね。それが25台もあります。いや転売しすぎ。でもね、純粋にね1000キロ未満でね売ってる生粋の転売屋は8人しかいないですね。あとはね、そこそこなんか1000キロとか2000キロは乗ってるんだよね。1000キロ2000キロ乗ってるって時点ではもう下役よりは車好きだってことはもう確実と言っとこう。ということで平均走行距離が2000キロなんだよね。うん、なんか面白いねこういうとこが。平均落札が554万4444円の消費税込みリセールが 122% です。お、ちょっと高く感じるんだけど。はい、ちなみに先月が584万、こちらもマイナス29万6222円です。これも30万近くマイナスです。まあ、さっきの70万50万の下げからすると可愛いと思えちゃうぐらいで、でもすごい金額だよね。1ヶ月だもんね皆さん。まあ、もう給与だよ、給与、給与が減ったようなもん。いやー、ちょっと恐ろしい暴落っぷりですよ。ちょっと表をいろいろ見てみましょう。はい、それでは FL5 のオークションの落札台数を見ていただきますと、今月がね、まあ、3月の集計なんでこちらになりますね。2022年製が10台、2023年製が39台落札されましたね。はい、2024年製が25台落札されました。まあということで全体的にねちょっと減ったかな、ちょっとだね。まあ全盛期のやっぱねバリバリに売られた頃と比べるとちょっとね少ないね。3月って本当は多くなきゃいけないから、本当はもっとねこの2倍ぐらいあってほしかったんだよね、お祭りだーっつって。でもね、落札台数が少ない、これね F1 店長さんの動画を見ていただけると分かるんだけど、流れた車がめちゃめちゃ多いんだよね。要は出品されたけど落札されなかった車がめちゃめちゃ多いって話。まあ向こうはホンダ系列のオークションサイトを見てますからね。したいことは多分民間のやつだと思うんだよね、 USS とかそこら辺のやつだと思うんだけど、ホンダの方でめちゃめちゃ流れてるっていうことはそういうことだよね。さあ、もう流れてる台数も見たいね、したいくんは。まあ堅調に見えるけど、実はね裏ではそういうことが起こってる、この3月相場。はい、それでは FL5 のオークションの落札価格の推移を1年足で見ていただきましょうね。これね全部見るとものすごいねナイアガラの滝だからよく分かんなくなるからね、1年足でいきますよ。予言します、暴落するとレッツゴー。はい、年式別に分かれてますよ。はい、どんどん上がってって、おーすごい絶好調、おーということで終了。ここが下井くんの暴落って言ってるとこなんだけど、なんせねこの1年前の暴落がすごすぎてね、今回の暴落が可愛く見えるってやつ。1年前はね200万円300万円の下落だったからね、そっからするとね50万60万の下落なんてね大暴落ぐらいかな。1年前は超暴落なんだよ、もうそういう暴落見たことない暴落ね。そっからねずっとね価値が上がり始めてたんだよね。やっぱね海外人気で上がり始めたところに今月ドーンときたね、今月だけで。2022年モデルがこれですね。はい、やっぱ直近1ヶ月で下がりましたね、今までずっと上げ上げ相場だったんだけど。はい、2023年モデル同じく下げてますね。はい、2024年もねちょっとしかないけど下げてますね。ちなみに今まで調べた全体図がこれね、だからここがいかに恐ろしいかわかるでしょ。今回のこの下げ多分史上3番目の暴落になるかな。まあそれが可愛いって思えるグラフです。いや、インパクトに欠けるけど、もうねこの1年間で急に来たからね、いや何があったって思える、本当に面白いね。
やっぱホンダのオークション相場燃えるよね。やっぱりね、メーカーが規制してないとこうなるって話さ。まあ、あとちゃんと作ってないからこうなるってやつだな。いつまでもコロナウイルスの影響を受けてるとこうなる。はい、カラー別のリセールなどを調べてるんですけど、まずは今回落札されたカラー割合を見ていただきますと、これね、はい、先月がこっちなんでほぼ一緒ですね。もうほんと変わらない。黒の量が多いか少ないか、今回黒1台しかなかったんでね。ただ赤の量が増えてるのはやっぱりね、直前になって色を変えたりしてるんだよね。やっぱリセールが全然違うから赤にしますってできるはずだからね。確かね、カラーを変えるっていうのはできるはず。もちろん優勝色じゃないからね。ソニックグレーパールが優勝色、あとは基本色だからね。まあ、ということでチャンピオンシップホワイトが42台、レーシングブルーパールが15台、ソニックグレーパールが9台、クリスタルブラックパールが1台、フレームレッドが6台なんだよね。はい、ということで FL5 カラー別の落札額の推移を見ていきますよ。これはね、実際の色と線の色は全然関係ないんでね、これ設定ができないんでこうなってます。それではいきますよ、スタート。はい、もちろんね、フレームレッドがギュンと上がるからね。はい、フレームレッドが来たー、そして下がったーって終了。みんな下がって終了してるかな。一番トップのフレームレッドがすごい下落っぷりだなって言ってもめちゃめちゃ高いんだけどね、相変わらず高いよまだ。そして安定のブルーだね。はい、そしてソニックグレーパールでブラックね、これ赤だけどブラック。なんと先月急に上がったってしたい君もね、大喜びしたのに急に下がったよ。何してんだよブラック、1台しか出てないのに。はい、そしてチャンピオンシップホワイトがなんかビリになってますね。先月からドベだったんだけど、いや悲しいな、チャンピオンシップホワイト、ちょ街に溢れすぎた。はい、各色の落札平均はこちらで詳しく見ていきますと、チャンピオンシップホワイトがまあ一番低いってたけど、ここね、平均が533万6667円なんだよね。まあもちろんね、落札価格なんだよね、純粋なリセールではないです。純粋なリセール、これに 10% プラスだからね。でソニックブルーが555万3333円ですね。はい、そしてソニックグレーパールが551万6667円、そしてピュアブラックが534万円ですね。でフレームレッドが586万3333円ということで、まあ一番トップです。で素人の価格差はレーシングブルーが21万8666円プラスですね。チャンピオンシップホワイト対比でね、これはね、やっぱ今はブルーが一番無難なのかな。街乗りではちょっとレッドってね、なかなか勇気いると思うんだけど、ブルーだったらね、大人の落ち着いた感じがちょっとあるからね。はい、そしてソニックグレーパールが18万円素人の差がありますね。これはもちろんね、3万8500円かな、優勝色なんで、まあそれ差し引いてほしいんだけど、それでもね、やっぱグレーを選んだ方がリセール的にはいいよと言っておきましょう。はい、そしてピュアブラックがなんと3333円プラスに終わりました。ほぼ一緒、白と一緒、気分屋だなブラック、面白いね。はい、そしてまあ安定のフレームレッドトップですよ、53万1666円アップだからね。もうこれ本当レッド、いや売る人前提の話だけどね、レッド買っとけ、乗らないならねって感じ。いや乗らないなら買うなって言いたいけど、車業界が盛り上がんならそれもそれか、悲しい話やね。はい、それでは最後にカババも見ていただきましょう。はい、先月から今月までの間で掲載されたのこの3台ですね、チャンピオンシップホワイト3台なんだけど、うち2023年モデルの530万は商談中になってますね。530万だからね、先月までしたく600万円ぐらいがお買い時かなとか言ってましたよね。絶対言ってたよね、600万、590万から600万とか言ってたよ。これがもう530万一気に下がりました。もう敏感でしょ。おそらくね、これからカババに FL5 たくさん出ます。それはなぜかというと、オークション価格が安くなったから。オークション価格が安くなったらカババに出てくるのが多くなる説唱えておきましょう。はい、そして次がこれも制約してますね。制約してるやつが2024年の一番新しいやつ、これは580万円ですね。うん、もうカババさんもこういうの扱っちゃダメだよね。もう1年未満のやつは絶対扱わない方が絶対いいのにね。評判を良くするのに今ね、命が気になった方がいいと思うけど、こういうの売っちゃうからね、ダメなんだよね。
まあ売れるからしょうがないと思うけど、そういうことしない方がいいと思う。今はね、清廉潔白の方がいいですよ。で、今出てるので一番新しいの549万円ですね。これはまだね、まあ商談中でもないんで、今ならこれお買い時ですよ。ただ2022年製なんで2年落ちっていう意味では、もうちょっとこれ値段下がんないといけないのかもしれないね、もうそろそろね。いやーでもね、ほんとしたいけど、2、3ヶ月前これ630万とか40万で売れてたの見ますからね、カババでね。いや、そうすると恐ろしい暴落っぷりですね。ということで皆さん、いかがでしたか。ホンダシビックタイプ RFL5 の怪しい中古車業者オークションリセール相場 in 4月来たよ。暴落したくの大好きなナイアガラ、まあナイアガラはもっとすごいのがあったからナイアガラとは言いたくないけど、いや、やっぱこれ一般的にはナイアガラレベルよりもすごい下落ですよ。皆さん60万1ヶ月になくなったと思ってください。手元からいやんでしょ、ちょっとってなるじゃん。それが起こりましたからね、何があったんだろう本当に。欲しい人にはもう行き届いてる状態なんじゃないかなっていうことですよ。下谷くんが S660 からね、得た経験からするとめちゃめちゃ下がることはないと思う。 FL5 は要はこっからね、行ったり来たりを繰り返す、一旦そこをね、もしかしたら割るかもしれないけど、そこを割ってからまたね復活するとか、そういう繰り返しが起こるんじゃないかな。まあそれぐらいだって、ね、同じような車ないからね。今は買い手がないから下がる、うん、まあ、石油みたいなもんだわ。まあとにかく面白い相場といえば FL5、 あとはまあアルファードも今月やろうかな。今までデータが見れなかったらできなかったんだけど、次はアルファード行ってみましょうか。はい、ということで来月も FL5 大暴落を繰り返すかどうか楽しみだね。楽しみしたらね、持ってる人に悪いからハラハラだね。これはもうチャンネル登録高評価をしてお待ちいただくしかないですね。下谷くんでした。じゃあねー。